このスバ。はあ、困っちゃうな。どうしようかな。どうしたんだクリス、そんな浮かない顔をして。実はね、前にカズマくんにスティールを教えたでしょ。あったな。覚えたてのスティールでカズマがクリスやメグミンのパンツを次々と盗んで、まさに見事な鬼畜の所業だった。見事って思うのはダクネスくらいで、ほとんどの人は変態だって思ってるよ。現にカズマくんが今アクセルの街でなんて呼ばれてるか知ってる？パンツ脱がせ魔のカズマだろ。そう、それだけならいいけど、なぜか私もパンツ脱がせ魔の師匠って呼ばれちゃってるの。なんという高度な言葉攻め。このあだ名やめさせる方法はないかな。やめさせるだなんて、そんなもったいないぞ。相談する相手間違えたのかな。ちょっとあなた待ちなさい。食い逃げです、捕まえてください。とろいんだよゴッソさん。およダクネス、バインド。なんだこりゃ。やったな、さすがはクリスだ。ありがとうございます、クリスさん、本当に助かりました。へへ、これくらいお安い御用だよ。で、あれ、これってまさか。お、どうかしたのか。わかったんだよダクネス、盗賊スキルを生かしてたくさんいいことをする。そうすれば不名誉なあだ名なんてなくなると思うんだ。今食い逃げ犯を捕まえたみたいにアクセルの街でいいことをすれば、うん、いけるいける。なあクリス、そんなことよりさっきのバインド、私は非常に興味があるのだが。相談に乗ってくれてありがとうダクネス、やっぱり持つべきものは親友だね。あ、待ってくれクリス、ぜひ私にもバインドを使ってみてくれ。このスバ。誰か、ひったくりだよ、捕まえとくれ。任せておいて、逃がさないよバインド。なんだこりゃ。これくらい余裕だよ。なんてことだ、妻と揃いの結婚指輪この辺りで落としたと思うのだが。私の宝感知スキルにかかれば。あそこね、草むらの中にあったよ。落とし物探しはこの私に任せて。どうしよう、お家の鍵落としちゃったよ。泣かなくても大丈夫、私の解錠スキルで開けてあげる。最近頑張ってるみたいだな、クリスの噂をあちこちで聞くぞ。ああ、本当にクリスさんは頼りになるぜ。そんなに褒められると恥ずかしいかな。たまげたぜ、こりゃもうパンツ脱がせ魔の師匠なんて呼べねえな。よかったなクリス、お前の想定通りの展開ではないか。うん、みんなの役にも立てたし、不名誉なあだ名も消えたようで一安心だよ。しかし朝から晩までいろんな人の前に現れて、とんでもなく軽快なフットワークだ。本当に素晴らしいフットワークだわ。え、あなたはアクシズ教の。クリスさん、あなたのフットワークを見込んでお願いがあるんです。え、あの、ちょっと。ほら、今日はエリス教の教会でパンが配られるでしょ。パパッと言って根こそぎ頂戴してきてもらえると嬉しいのです。それからこの張り紙、クリスさんのフットワークならこの町の目立つところにささっと貼ってくれますよね。
どうして私がアクシズ教の人たちのお願いなんて。ありがとうございます。あなたは私の救世主です。なんだ、フットワークが軽いと思ったらアクシズ教徒の手伝いか。え、仮を作ったのをいいことに勧誘する作戦だったのかもな。ふう、感謝して損した。ちょ、欲望のままに生きろってのがアクシズ教の教えだし。あ、まさかパンツを脱がせるように裏で自分から頼んでたとか。違うよ、私はそんな地図じゃな。よっ、パンツ脱がせ事件の黒幕。待ってー。やったなクリス、こんな恥ずかしいあだ名なかなかつけてもらえるものじゃない。羨ましいぞ。全然羨ましくなんかない。さあ、クリスさんの素晴らしいフットワークでアクシズ教を一緒に広めましょう。あなたは黙っててよ。もう、汚名返上するためにせっかく頑張ったのに、どうしてこうなるのさ。このスバ。もう、いつもいつも、どうして私ばっかり。どうしたんだクリス、今日はやけにご機嫌斜めじゃないか。どうしたじゃないよ、元はといえば君の癖のせいなんだからね。俺の癖？何のことだ。スティールの時の癖だよ。もういい加減、私のパンツをスティールしちゃうくせ直してもらえないかな。そう言われてもな、あれは全部不可抗力っていうか事故みたいなもんだし。そもそも俺がスティールを使うときに居合わせるクリスの間の悪さこそ問題じゃないのか。それはってダメよダメ、言いまかされないよ。そもそも街中でスティールを使いまくる君の方がどう考えてもおかしいよ。そっか、悪かったな。でもパンツを取られたくらいで死ぬわけじゃないんだし。女の子にとっては死活問題だよ。しかも最近はクエストのご指名が減ってるし、自分の大事なお宝をスティールされちゃうなんて盗賊の信用問題にも関わるんだからね。まあ俺が依頼人だとしても頼むのを躊躇するかもしれないな。盗賊家業を廃業するわけにはいかない。こうなったら君には責任取ってもらわなくちゃね。え、ちょっとクリスさん、俺を引っ張ってどこへ連れて行くつもりだよ。再戦さ、さあ今からもう一度スティールで勝負して。このスバ、私が投げたコインが落ちた瞬間にお互いスティールを使ってより価値のあるものを相手から盗めた方が勝ち。どう？シンプルでしょ。いや、それよりもなんで俺が。私の汚名を返上するにはカズマ君より実力が上だと証明するしかないの。だから勝負だよ。しょうがねえな。そこまで言うならその勝負受けてやるよ。けど俺は真の男女平等主義者。勝負となれば手加減は一切しないぜ。もちろん望むところだよ。さて準備はいいね。それじゃ行くよ。スティール！した。うっかり放り出しちゃったけど、とりあえず私の勝ちだよね。パンツ脱がせ魔と呼ばれてるカズマくんのパンツをスティールするなんて、これ以上ない実力の証明だよ。人のパンツ放り投げといて言うことか。まあ俺のパンツに気を取られてお前は大事なことに気づけていないようだな。うわ。
目が甘かったな。こっちもパンチゲットだ。ちょっと待って、なんでこんなことになってるのさ。お互いにパンツを盗めたってことで引き分けになっちゃうじゃない。何を言ってるんだい。この勝負俺の勝ちに決まってるだろう。え、なんで。男のパンツと女のパンツ、これが等価値だと思ってるのか。男のパンツなど一山いくらのゴミ同然。しかし女のパンツは人によってはお宝だ。暴論だよ。男でも女でもパンツの価値なんて一緒だよ。う、自分で言ってて悲しくなってきた。ねえ、今回の勝負はお預けってことにしてもらえないかな。お互いにパンツを返して。いらない。え、俺はパンツ返してもらわなくていい。むしろ返してほしいのはクリスの方じゃないのかな。言わない。ここで返してなんて言ったら君に負けを認めるようなものだよ。だったら別にこのまま帰ろうぜ。屋敷に神棚を作ってこのお宝を飾らせてもらうとしよう。勝間くん、何とんでもないこと言い出してるのさ。さあクリス、どうする。お前のパンツをご神体にしてもいいんだぜ。やめて。参拝希望者には有料開放するとしよう。さーて、このパンツでお賽銭はいくら貯まるかな。いやー、